シャンです。本日はプラダで行ってみよう。はい、星さんです。こんにちは。本日は、プラダについてちょっとトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあプラダについてって言っちゃうとちょっと全般になっちゃうんで、うん、そうだね。ちょっとそれはちょっと難しいじゃないですか。うん、僕そんな詳しくないし、星さんも別にそんな詳しくない。そんな詳しくないね。最近、うん、まあもうなんか最近買ったばっかり言ってて、うん、なんかこれもう買った動画みたいになっちゃってるから。なってるよね。ちょっと、うん、なんかちょっと前だけど、うん、まあ帽子買ったじゃないですか。買ってたからね。で今言っちゃえば気持ちハイプじゃないですか。プラダって、プラダのキャップとか。うん、そうだね。ね。うん、だから、うん、ちょっともう新しいし、うん、まあね、普段こういうちょっとナイキとかシュプリームとかの、うん、キャップとかと比べたら、うん、もうクオリティが全然違うんですよ。まあね、高いけど。まあ値段がね、全然違うからね。そう、うん。その辺をちょっとこうね。どう思ってるかっていう話していこうかなぐらいで。なるほどね。はい。わかりました。っていう感じでいきましょう。いきましょう。はい。はい。で、どっちからいきますか？どっちですか？もう、もう、ほし、まあまあ、キャップ先の方がいいんですかね。キャップ。キャップ。キャップ、こちらになります。はい。キャップこれ、マサヤが前に購入してたやつ。はい。からいきますね。はい。これね、俺、入るか分かるんですよ、頭でけえから。はい。こいつっすね。まあ、ほんとなんてことないんですけどね。なんてことないよね。けど、やっぱそのなんてことないもんを作って高級感を出せるっていうのが、その辺のメゾンブランドですよね。これですね。はい。やっぱ違うっすもんね。そうだよね。ただの黒いキャップとはいえ。まあまあ違うよね。全然違うっすよね。うん、全然違うよね。まあ、何が違えのって言われたら、ね、まあ、まあまあ難しいんですけど。そう。まあね、まあ、答えるとしたら長くなるよね。そうですね、多分縫製一つとって、うん、ファブリックのクオリティ一つとっても、うん、そのパッチの付け方にとっても、うん、なんか一個でもかけたら一気に普通になると思うんですよ。そうだね、というかプラダ自体も B 品になるからね。なんすか、ね、検診というか検品の時に、はい、これ今流行ってるじゃないですか。流行ってるよね、これね、うん、多分結構今からもし欲しいとか思ってる人は、うん、サイズ本当気をつけた方がいいです、これね。はい。なんとなく、うん、なんだろう、 L サイズって言われたら、まあ、うん、結構こう、あれ俺 M かな L かなとかで迷うじゃないですか、うん、まあ男だとしたら、男だとしたらね、ね、うん、あのね、これまず、まあ、そもそもホッシャンが買うってなって、うん、ホッシャンはそのハト 2XL 買ったじゃないですか。あ、あと紹介するやつね、はい、うん、そのね、もうサイズ展開がまさか、うん、XL とか 2XL とかがあるっていうことが想定まずしてない、うん、あ、普通の人たちは、あ、僕が、あ、マサヤがね、はい、なんか SM があって、うん、L があって、で L が結構少ないんですよ。あ、そうだよね、売ってるところが、うん、だから、あ、L はもうなんか日本人用というかこうアジア人用に大きめに作ってくれるやつなんだって僕は勝手に判断してます、うん、で、もう去年ぐらいから何回か買おうと思ってて、うん、例えばその免税店行った時、うん、もう L がなくて、まあ、M でもまあギリいけないことはないなみたいな。 M の響きでね。そう、あ、かぶれるはかぶれるんで、あ、これ、うん、はい、M で、うん、でただ浅いのがちょっと気になるなと思って買ってなかったんですよ、うん、で海外行った時もそういうショップで何回かかぶって、うん、もう絶対買おうと思って行ってんのに、うん、M しかないからなんか踏ん切りつかなくて、でそろそろこれコロナが明けて、うん、まあそろそろちょっと海外行くし、うん、ちょっとそろそろキャップ必要かななんて思ってて、コロナ中に、うん、あ、楽天で L 売ってんじゃんみたいな。ちょ、意外と安いじゃん。楽天なのこれ。楽天、楽天。大丈夫。大丈夫、大丈夫。意外と安いじゃんと思って、確か3万円ぐらい買ったんですけど。うん、それだと安いよね。L もちっちゃい。ってことはこれ俺入んねえってこと。L 汗。でマサイで入んねえってこと、俺完全アウトだよね。いや、どう、俺意外とけど頭でかいのかもしれないですね。俺多分これ入んないよ、俺多分。いや、日本人の多分成人男性でよっぽど顔ちっちゃいとかじゃない限り、あ、日本人は特にね、うん、多分ね、うん、XL とか行った方がいいっすよ。そうだね。で俺星ちゃんのあのこの次紹介するやつ、あれですね、そう、 2Xで買ったじゃないですか、うん、あれかぶって、まあもちろん気持ち大きいっすよ、うん、気持ち大きいけど別に全然嫌じゃない、まあ違和感ない感じだよね、うん、で逆にこれから試着なしで買うとしたら、うん、多分俺 2X 買いますもん。もしネットでポチるなら。ただ2X ないんだよ、あんまり。ないっすよ、俺あなた探したっすもん。XL は売ってるとこ1個見つけたんですよ、うんうん、もう結構バカみたいな値段ですよ。ああ、そこ探したとこはね、ファーフェッチかなんかで、うん、
5万とか出せばあったんですけど、ね、まあ 2X はないですね。ないよね、うん、俺もたまたまだもん、ね、あれマジで買っといてよかったですね。そうそう、俺も欲しいですもん俺も1か8かだったけど、はい、でもこれはまあ L で、俺ちょっと入んな、俺は多分ね、はい、俺ちっちゃいっす。まあ、入るは入るですよねまあここ緩めればね、はい、入るけど浅いやっぱね。浅いっすよね、うん、かなりかなり、うん、浅いっすね。もう横すげえ出ますもんねそう浅いね、はい、うん、俺の頭にはね。でもこれやっぱりもうじっくりちゃんと見たけどやっぱすごいよね。綺麗だよね、本当に綺麗ですよね、うん、裏地もちゃんとついてるし。そうね、ちゃんと2層になってるから。最近ちょっと僕の中でキャップブームのなのかもしれないです。そうだよね、はい、なんかさっきリッコエンズも買ったし。そうね、さっきもわけわからない、裏返しのニューエラも買ったんですよ。意味わかんないよね、はいあんまキャップかぶってるの見たことないからさ。いやもうちょっとこれからキャップかぶっていこうと思って。そうなの、はい、っていう。でその中でも最高級品じゃないですか。まあ上のランクだよね、うん、うん、あとこのなんだっけ、 ポコノライロンだっけ、ナイロンの名前が。もうわかんないです。そんなような名前なんで確か。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、もともとこれってあれなんだよね。前に俺も調べたことがあるんだけど、はい、アメリカからの輸入のファブリックなんだよね。っていう生地屋がプラダ用にナイロンをつけてます。それ今でしょ。いろんなあんだろうね、仮説がね。はい、多分重いから、うん、革とかが、うん、ナイロンで軽くして、しかも最初モデルたちに配って、うん、すごい好評を経て売れたって聞きました、ね、あ、そうなんだ、はい、俺ね、で全然違うの。少なくても、うん、今のプラダナイロンは、うん、リモンタっていう会社が作ってるんですよ、生地は、うんうん、で、まあ同じような生地は使えるんですけど、うん、すげえ高いです。高いよね、はい、うん、でも俺はなんか読んだ文面では一応アメリカから輸入された生地をプラダが選定して選んで、そう、それを使ったっていう。出だしはそうなのかね、うん、まあ、その辺はちょっと僕もわかんないです、うん、まあわかんないけど、はい、まあとりあえずまあいい生地じゃんっていう。そうっすね高級感があるし。そうね、はい、あとやっぱその三角パッチが、うん、なんていうのかな、なんか昔あんまそういうの好きじゃなかったんですけど。あ、これ、はい、うん、逆に俺それないやつがたまにあるじゃないですか。刺繍で同色でプラダって入ってたり。ああ、あるね。あれはいらないです。あれは嫌ですねどうせだったらやっぱそれついててほしいな。あ、どうせならな俺もほら去年買ったさ、あの俺のこの髪の毛の色と一緒のさ、はい、ケリーグリーンのバッグ、はいはい、一発目のやつはこれついてたけどさ、はい、後発から出てきたさ、ゴムのさ、ラバーのネームになっちゃったからね。ああ、あれきついですね。あれ買ったけど、はい、なんかやっぱあのラバーネームちょっときついんだけど。そうっすよね、うん、ただそれすごい威嚇っすよね。まあね、それシュプリームより威嚇だと思うんです。でもシュプリームより威嚇でもさ、はい、もうハイブランドじゃんこれ。はい、距離威嚇っすよ。まあ、威嚇だけど、はい、あの結構シュプリームより広いじゃん幅が、はい、プラダ自体、はいはいはい、だからそういう威嚇にはなるんじゃん。ああ、そうですね、うん、だから逆にそのプラダのこういうやつとシュプリーム合わせてもいいと思うし、はいはいはい、そこで崩すみたいなね。ちなみにだってシュプリームで仮にちょっとなんかプレッタキャップとかあったら、うん、まあまあ2万とかいくのあるじゃないですか。2万中とかね、この間のカンゴールのやつとかも、うん、まあ、2万とかいくわけじゃないですか、うん、そうだね。だったらあと1万のっけでこっち買った方がいいですよってなるよね、はい、うん、って言ってプラダ買ったくせにシュプリームも買ってましたけどね、星ちゃんは。じゃあそのハット出していいですか。はいあのそうなんですよ、前回っていうか動画でちょっと言ったんですけど、はい、俺プラダ買うからシュプリーム買わねえわって言って、はい、シュプリーム買っちゃったっていうね、はい、がこれなんですよ、はい、がこの定番のバケットハット、はい、ナイロン、はい、同じ素材のね、はい、このちょっと去年あたりぐらいから流行ってんのかな。そうですね、うん、結構ちょっと早いストリートキッズたちが取り入れてるっていう。あのウールのやつマッチョがかぶってますね。あ、そうね、はい、うん、それのようはこれはナイロン版、はい、でもこれが本当にあのちょっと分かんないと思うんですけど、
これあんま多分本当出回んないですけど、これ 2XL なんですよ。はい、でかいですね。はい、これ本当たまたま見つけて、はい、どうしようかなと思ったんだけど、はい、あのファーストオーダーの時 15% か 20% オフって書いてたから、はいはいはい、それでちょっと買ったって感じ。トータルいくらぐらいしたんですか？これ3万2000円か3000円関税とか入れて全部入れて。あ、それは安い。安いよね。はい、それ考えると安いかなと思って。その値段で僕に流してください。いや絶対ちょっと流さねえしさ。お願いします。まず 2XL が絶対出てこねえじゃん。ホシさん帽子かぶんないね。いや俺かぶるって。ハットはもう帽子かぶってるようなもんすか、それ頭。えこれカツラこれ俺ビリーちゃんカツラこれ。もう全然もうビリーちゃんとかも超気持ち悪いです。超気持ち悪い、はい、俺も自分でそう思うけどさでもこれね、俺のでかい頭で、はい、2XL で、はい、結構まあちょっとゆとりあるのよ。はいはいはい。まあこの感じ。はい。なんかできたら、うん、あのプラダのロゴが出るよ、ね。こっちだね。そうですね。は、う、い、ん、いいですね。まあ、これで威嚇する感じ？すげえ威嚇されてますね。そうだからこれでまあ普通にまあ下、はい、シュプリームとかでもいいんじゃないみたいな。そうですね。そうそうそう。いや今だからそういう系の人が食べてますよね。そうだね。なんかあれだよ、ジェリーロレンドとかは結構プラダナイロンのやつ使いは。ああ2年くらい前から。そうだね。あとコーギーとか、ああの辺がちょっとこう身につけ始めて。そうね、ちょっとそっち系も バズってきたというか。あ、そうだね、ちょっとついてってるやつがいるっていうね。そうですよね、うん、まあそこを今取り込まないとこうバコっていかないですからね。まあね、うん、だこの辺はだからそんなね、状態は高いけど、はい、安く探せば。そうですよね。あとまあサイズだけ。確かに、うん、あの特に男子はだから星が買ったとこちょっと概要欄の貼っといて。あ、俺が買ったとこじゃん概要欄。確か俺そこ XL 残ってたと思うんですよね。残ってた。ちょっと後でとか概要欄をこれのじゃあの買ったとこ、うん、であとはところはちょっと概要欄に貼っときます、うん、ちなみに一応星は結構頭でかいですからね。でかいでかいですよね。かなりでかい。そうだからまあまあ L でも問題ないのかもしれないです、もしかすると。いや問題あるよ。あ、違う違う、あの一般人は。あ、一般人は、うん、でもほらちょっと余裕あった方がよくない？この辺のパケットアートになるとピチッと被るよりはさ。今乗っけるのが流行ってるね。え、今乗っけるのが流行ってるね。いや俺乗っけねえからさそうだけ一般的に、あのマッチョみたいにこんな感じで乗っけるでしょ。そう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 、そういうのが今流行ってるんでこれ流行ってるの。はい、俺その流行り本当分かんないけど、俺多分なんか L しか売ってないから L 買ってそうなっちゃってる気がするんですよねあ、そういうことね、うん、あ、もうしょうがなく乗っけてっていう状態ね。そう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 、うん、これは結構俺でも余裕あるかな。だって日本国内だと、うん、俺日本のサイト見たんですけど、うん、やっぱ L 以上ってないっすもん。なかった。はい、そうだ俺も。あ、そうなんだろう。 L もなかったかな。 L はあるでしょ、売り切れてたと思うっすね。あ、多分嬉しいんじゃないすぐ。あ、でかいから。俺たまたま本当探したらこれがヒットしてそこの店で。しかもね、普通に俺これ去年免税店、成田の免税店で見た時に3万5000円でした。あ、これ。あ、でもそれぐらいで買えるんだ、免税店だと。あ、キャップですよ。あ、キャップね、うん、そっちのバケットの方はちょっと覚えてないですけど、うん、でもまああんま変わんないじゃないですか、国内状態そんな変わんない。そうだね、あんま変わんない、はい、うん、っていう感じですかね。って感じですかね。まああとはちょっと概要欄見てもらって、ちょっとそこもちょっと結構あのハイブランドのやつを安く売ってることもあるから、はいはいはい、まあ狙えれば。そうですね、うん、ちょっとそういう情報も出していきたいですね。そうだね。なんかバコ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 買ってて、こいつはなんでその金持ってんだよみたいに思われると思うんで。金はないからね。金ないのを頑張って知恵使って安く仕入れてるって話ですよ仕入れてはないけど仕入れてないと転売になっちゃう。そうそうそう、仕入れになっちゃうと売ることになっちゃう。そうそうそう、仕入れてはないから、あの届いて楽しんでるんですよね。そうそうそう、かぶんねえのに。そ、ん持ってるっていうだけ。まあ俺まだ1回もかぶったことないけどね。僕2回ぐらいかぶりました。あ、これ、はい、まだちょっと俺あんまり表出てねえからさ、はい、まだこの状況だから。あ、そうなんですね、うん、ビビってんですね。いやビビってはねえけどな感じですか。はいはい、じゃあ一応この後着用まあ取るっていう感じで、こんな感じかなみたいな、やっていきます。え、キャップも、キャップも両方。俺がこれかぶるちっちゃい L サイズで。あ、L、俺の頭で L サイズかぶってるってですね。はい、オッケーです。そんな死ぬほどちっちゃいわけじゃなかったんで。まあ、でも俺顔でけえからさ。そうですね。うるせえよ。でちょっとあの、はい、被った動画を、はい、あのこの後やりますので。はい。はい、ということでですね、これが L サイズ被ってみました。ちょっとやっぱ俺にはちょっと小さいですけど。はい。まあまあけど、まあそんなもんじゃないですか。この感じ横から見ると。うん。まあこういう感じですね、流しで。そうですね。なんかちょっと髪の毛のあるっぽいですね。いや、そこカットしていい
で、ここベルクロスね。後ろもだって別にそんなに開けてないですもんね。そうだね、もうちょっと締めれる。3センチぐらい。うん、でも本当はぴっちり締めたいけどね。あ、そうなんですか。うん、で、こんな感じですかね。はい、うん、もういいんじゃないですか。まあちょっと俺にはちょっと浅っていうか浅いね。浅い浅い、うん、浅い、うん、あの、やっぱ日本、アジア人ここがあるからさ。あと星者もこう、ここ髪の毛結構長く前持ってあるじゃないですか、うん、前髪が、うん、だから僕もそうじゃないですか、うん、ここにボリュームがすげえ出て、うん、すごいこうボワンってなんですよね、前髪が。多分想像されてると思うよ、まさにどんな髪の毛してんだろう、ね、まあまあ普通ですそんな変わった髪型はしてないですそうだね、はい、まあこんな感じですね。はい、はい、じゃあ次貼っときますか。はい、いきましょう。これ流していきますね。はい、ハットがまあ俺が購入したやつってことで、うん、まあ 2XL、WXL、うん、で、ね、これね、こっちかが、まあフロントであんま深くかぶらんで、うん、こんな感じ、うんうん、で、こんな感じ、うん、このプラダのバケットはやっぱあれですよね、角度が結構ほぼ直角、直角は言い過ぎだけど、あ、これでしょ、そう、ストーンとね結構落ちますよね、うん、落ちる感じだよね、うん、大概ツーバーがもうちょい角度が外側に、ね、うん、広がってると思うんですけど、そう、これ広がってなくていいですね。プラダのバケット結構ストンっていってるよね、うん、逆にそれが今っぽいですよね。あ、これが、うん、今っぽいの。やっぱ広がってるとちょっとしんどくないですか。うん、しんどいっていうか、まあ見られてるよね、うん、俺、まあ俺はね、これはリックで買ったやつ結構広がってたんですよ。あ、リックのやつ、はい、ただもうめちゃくちゃちっちゃい、失敗しちゃったやつ、ね、超ちっちゃいですまあこんな感じですね、はい、だからまああれば XL とか、うん、うん、があれば多分買いなんじゃないかなっていう、値段が安ければね。そうですね、うん、いいんじゃないですか、な感じですかね。はい、はい、ちなみに星さんってあれ頭サイズ一周何センチぐらいで考えてるんですか。俺ね61ぐらいで考えてる。あ、61ぐらい、あ、意外とちっちゃいですね。いや、意外とでけえよ。いや、僕もだって60ぐらいで考えてますよ。あ、本当？まあまあ59あればいいですけど、うん、まあ60あった方がいいかな。まあ、俺はだからハットだとまあ60、本当に2あれば余裕、はい、まあ多少余裕出るかな。65ぐらいじゃないですか。そんなでかくない。バラバラになるとしたら。じゃあ今日はアップで、じゃあね。今日はアップで。アップで。またこのまま行くんですか。ってことで、本日はご視聴のほどありがとうございました。はい、ちょっとこんなちょっと単純な感じの黒いキャップ2個ですけど、うん、まあ。チャンネル登録と、あとまあグッドボタンと、はい、あとまあアラートも、プッシュしていただけるとありがたいです。それではまた、バイバーイ。